魔法使いと七つの扉、略してマホナナ。この番組は私あゆみがお送りするゲストトークバラエティ番組です。様々なカテゴリーで活躍する豪華多彩なゲストとともに、ゲストをこの番組独自の切り口で掘り下げていきます。プレゼンテーターの私が師匠、ゲストを魔法使いと称し、リスナーとともに魔法の謎を解明していっちゃいます。今まで知らなかった意外な一面が見えちゃうかも。はい、ということでございます。あゆみです。半期に一度のゲストなし会ということでございまして、まあ、5月、これが放送されてる頃にはゴールデンウィークが終わっているということで、まあ早いよね。いや本当に早いなと思って、半期に一度って、まあ、大体こう何ていうんですか、初夏、7月、5、6、7月ぐらいの、まあそんなもん、あと12月ぐらいとか11、12月ぐらいの年末に近い形でね、こうゲストなし会を設けて、こうメールをね、めちゃめちゃ読む会っていうのを作ってるんですよ。で、まあ今回はそれに当たるんですけれども、なんか、あれ、もう半年経った?みたいな気持ちで、前回のそのゲストなし会の台本見てた、やっぱね、その年末だったんですよ。あ、そんなに経ったんだと思って、なんかちょうどね、半年ぐらいになるのかなっていう感じなんですけれども、まあね、この番組基本的にはこう毎回ゲストの方がいらっしゃっているので、このゲストの方がいらっしゃると、こうコーナーがね、週替わりコーナーとか、やっぱりこう一回しかできないじゃないですか。こうコーナーがね、2個とかっていうのができる番組ではないから、こう半年に一回ずつ、こう、いただいたメールを結構こう、なんだ、こう読んでいくというか、っていう回が、まあ、設けているんですけど、こんなに早いのか、って思いながら、ちょっとね、ふわふわした気持ちで、こう、メールのチェックとかしてたんですけど、この半期に一回の、この、ゲストなし会があると、その半年分でこうなかなか読めなかったやつとか、だから1月とか2月のメールとかを読むんですよ。なんでそれを一気にこうザッてこうこうなんですかね、ブラッシュアップするというか、ブラッシュアップって違うな、なんか5月の今日までのものは最新にするっていう感じなので、溜まってたメールが一気にこうゼロになるんですけど、半年間でね、やっぱなんかこうたくさんメールをいただいてしまっておりまして、ありがとうございます。いや、なんか最近ね、メールも多く、この半期に一度のメールなし会だよって言ったら逆にメールも来るみたいな感じで、今回来たメールどうしたらいいんだみたいな感じで悩んだりはしてるんですけれども、ね、いくつもたくさんメールありがとうございます。今日いっぱいね、掘り下げていったりとか、なるべく話せる会にできたらなと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、これではということで、それでは今回も始めていきましょう。魔法使いと七つの扉、今週もあなたを未知なる扉の向こうへ。この放送は魔法七制作委員会の提供でお送りします。魔法使いと七つの扉、物語のプロローグということでございまして、普通歌を読んでいきましょう。ペネム、アタル1011さんからいただきました。ありがとうございます。エミさん、こんにちは。こんにちは。上京して早1ヶ月が経ち、便利な東京生活を満喫しているのですが、電車の乗り間違いやホームでの迷子など東京あるあるの洗礼をしっかりと受けました。泣き笑い。あゆみさんは新生活で困ったことって何かありましたか？地元と違って暖かいので過ごしやすいですということでいただいてますが、助教お疲れ様です。おめでとうございます。そうだね、私が、こう、まあ、地元、愛知から東京に出てきた時って、ちょっとね、時期ずらしたんですよ、こう。基本的には4月が切り替えの時期じゃないですか。なんですけど、やっぱそのなんか、引っ越し代とかがこう3月とかだとめちゃめちゃ高いみたいなやつとか言われて。で、あと、お家を見つけるのも、なんか2月3月が一番高いんだって。だから、それが落ち着いた時がいいだろうって言われて、ちょっとなんかね、6月ぐらいに、
引っ越したんですよ。確か、ゴールデンウィーク明けぐらいにお家を決めて、もうこの部屋にするって言って、まあその時はね、その地元から、こう、なんだろう、家族も来てくれて、一緒にね、こう、なんか内見行って、で、6月ぐらいじゃなかったかな、なんかまあそういうね、ちょっと、ずらした時期、一番その、なんだろう、閑散とした時期に、こう、引っ越しをして、だから、なんだろう、こう、周りにも、こう、一緒に、新生活だ、みたいな、方がもう少なく、まあ、私一人でうろうろはしてたんですけど、やっぱり、こう、乗り換えの洗礼は受けましたね。乗り換えっていうよりも、なんだろう、こう、駅が広すぎて、乗り換えじゃないな、駅が、例えば何？改札口いっぱいあるとか、なかなかないんですよ。改札がいっぱいあるって、こう西東だけで、まあ西と東で出てもなんかそんなに変わらんみたいな駅。例えば、こう愛知で言うと名古屋駅でも、そんな変わんないんですよね。名鉄名古屋駅以外は。名鉄名古屋駅は地獄なんですけど、なんか同じホームに全然違う場所に行く電車が来るので、そこはまあ地獄なんですけど、そこを除けば、基本的にはそんな、なんだろう、こう、変わった改札ですとか、変わった出入り口ですみたいなのとかはなかったんですけど、やっぱ東京って、東改札、西改札、北、南、それこそ例えば、さらに、出入り口と東南口とか、なんとか口みたいなのがあるじゃないですか。で、なんか、東に出たら東に行くのかと思ったら、例えば池袋は東が西部だったりとか、西が東部だったりとかするじゃないですか。西なのに、どこここみたいなのが、わかんないし、あとなんだろう、こう、例えば改札まで出たとして、こう、黄色いさ、上の方にある、こっちが何線、こっちに曲がっていくと何線みたいなやつが、こう、あるじゃないですか。案内の、案内板みたいなのがあるんですけど。じゃあ、こう、改札を出ました。これ、例えば、なんとか線に乗り換えたいですってなった時に、改札外でね、こう、なんか一回ちょっと外に出ますってなった時に、じゃあ、なんとか線こっちだと思って歩いていくと、急にその、標識が消えて、あれ？あれ？地下鉄に行きたい、なんとか線に行きたいのに、急に消えたんじゃが、間違えたのか？みたいな。で、ちょっと一回黄色い看板戻ったら、いや、でもまっすぐって出てんな。あれ？どこで曲がるんだろう？みたいな。わかんないよね。だから、携帯で検索したことあるもん、なんか。例えば、新宿駅、こう、なんとか線から、例えば JR から、なんとか線に乗り換えルートみたいなやつをやると、こう写真付きで、こっちだよって書いてくれてるサイトがあるから、それを見ながら、こう移動したりとか、しましたね。じゃ、マジでわからないですよね。ほんと乗り換えね。きついよね。これね。いやー、もう今はやっと、こうなんとなくこう困ることも減りましたが、まあ、まだあるよ。新宿は特にね。あと東京駅。そんな丸の内線に行きたいのに、丸の内線に一回改札出なきゃいけないけど、どこから一回、これは下に降りるのかみたいなやつとか、未だにね、ちょっとね、やっぱ悩むんでね、なんかね、慣れてないなと思いますけど、まあ、日常的に使ってる方はね、別だと思いますけど。はい。続きまして、の不相談読んでいきましょう。グッドオーバーさんからいただきました。あみさん、こんにちは。こんにちは。僕は幼い頃、動物園のアヒルに餌やり体験ができる機会がありました。僕は、アヒルさん、好きな時にご飯食べなよ、と10円違う、100円玉を差し出したのですが、その手ごと噛まれてしまいました。あみさんは動物園での思い出はありますか？嘘でしょ？ 100 円玉あげちゃったの？いやー、こりゃアヒルも困ったでしょうよ。100円玉あげたの？そりゃーなんか、いや、餌じゃないんかいと思ってガブッとされますよね、これね。動物園の思い出か。
あんまりね、別に動物園に行った記憶はないんですけど、なんか幼稚園、まあ、ちっちゃい頃ね、小学生になる前は、まあ、保育園幼稚園で言うと私幼稚園に通ってたんですよ。で、幼稚園のこう遠足みたいなやつで、動物園に行った記憶がある。あとなんか写真が残ってたりとかするから確実に行ってるんですけど、なんか、なんだろう、こう、明確な思い出はないんだけど、ありとあらゆるものが、こう、でかくて、すごい怖かった気がする。なんか動物園に行くの楽しみだなーって思ったんだよね。多分当日なのか前日なのか。でもその記憶もあって、集合場所が壁画みたいな前だったのもなんとなく覚えてて。で、壁画を見てたら、なんか壁画にね、こう多分子供向けのこう、例えばゾウさんとか、オサールさんとかライオンさんみたいなのの絵が描いてあって、ここら辺の動物がおるんやろな、と思いながら、こう、ウキウキしながら、こう、壁画の前でみんなで座って待って、じゃあみんなで行きますよみたいなの言った後、なんだか全部のものが大きすぎてめっちゃ怖かったな、みたいな記憶しかないね。そんななんか噛まれたとかはないかな。あ、動物園じゃないんですけど、でもなんかちっちゃい時に、こうなんか公園でね、なんか、こう、具体的な名前を出していいのか分かんないですけど、まあ、なんか、神社とか公園がこう、なんか広めの神社に広めの公園がこう、隣接されている、あの場所があって、まあ、なんか、私の地元を知ってる方は地元だとそこしかないんであれなんですけど、で、そこに行った時に、なんかね、ああ、ま、これはなんか昔だなと思うんですけど、結構ね、危ないんですよ、その公園が。崖があって、崖から落ちたら死ぬレベルの崖なんですよ。で、ただ、柵とかないの。柵とかでも、さすがやなと思うんですけど、こう令和の時代からすると絶対ありえないんですけど、柵がないんですよ。落ちたら多分一巻の終わりみたいなとこで、で、そういうところで、こう、なんか、なんだろう、動物とかもね、放し飼いになってるんですよ。あの、檻とかなくて、別に普通に、なんか結構のデカめの動物が放し飼いになってるんですけど、なんか私が行った時は、初めてね、そこでね、クジャクを見たの。生クジャクを見たの。で、当然ね、私よりも背が高いんですよ。子供の頃だった。どれぐらいだったんだろう？それこそ幼稚園とか、小学生になってないですね。多分本当に3歳、4歳、5歳、みたいな、なんかポテポテ歩くぐらいの感じなんですけど、もう明確に覚えてるのは、なんかね、クジャクに追いかけられたの。あの、羽をね、広げて、こう、めっちゃでかいんですよ。クジャクが羽を広げると、あれなんだ、求愛行動なのかな？めちゃめちゃ目の前で、なんか、結構大きいんだよね。で、あ、クジャクだと思ったら、目の前に行ったら、ブワーって羽広げて、ってなったら、そのまま追いかけられて、もうね、親もね、私もヒエーってなってるし、大泣きですよね。それはね、忘れないね。だ、もう、未だに、もう自分の身長よりなんかでかいクジャクが、羽を広げた瞬間、そして追いかけてくる瞬間をね、覚えてますね。もっと多分ちっちゃい頃ですけど、3歳とか。ほんとそれぐらいですけど、怖くて泣いてたら、こう、親が、そう、私をひょいって抱いて、こう、逃げてくれたのね、一緒にね。こうね、危ないと思ったんだろうね。そう、クジャクだから別にさ、攻撃するとかないんだろうけど、もうわかんないからめっちゃ怖くて、もう走って逃げてくれたよね。でもなんかしばらくもうそこは行かなかったです。怖かったんですよ。まあ、そんなこともありました。それぐらいかな。でもなんかちっちゃい頃の、その動物園並みのね、思い出はね。はい。ということでございまして。この番組では普通の歌を募集しております。宛先は温泉番組配信ページの投稿フォームまで。はい。ということでございまして、こちらで一曲お届けしましょう。テレビアニメ180秒で君の耳を幸せにできるかより主題歌です。私、あゆみで、主書店。合図したら囁いて世界が目覚める前に捕まえて幸せの音色を
しすぎてサンシャイン胸の奥線テンスが進んでゆくカラカラと空回る笑顔はナンセンスどこかに出る寂しさのわけ一つ二つ雲間を晴らす夢の続きささやいてまだ知らない手を聞いていただきました。続いてはこちらのコーナーです。魔法ナナ白黒つけろどちらにや。リスナーから寄せられた究極の選択を私が正しい道へと導いていきます。どっちか自分では決められない究極の選択、師匠と魔法使い、魔法使い今日いないはどう選ぶということでございまして、山ほど溜まってます、溜まってますが、全部が読めないので割愛していきますが、これはちょっとサクサクと進めていこうかなと思います。まず1つ目、ペネムゴンボホリさんからいただきました。1ヶ月禁止しなければならなくなったらどっちをする？肉を食べる、スマホを触る。あ、これどっちかな。いや、リスナーどっち？これどっち選ぶ？いや、肉は簡単な気がする。スマホの方がきついかな。いや、でも、まあ、なんやったらスマホを触るって、まあ、あ、でも移動中困るような、まあ、なんか PC とか持っていけば、タブレット PC でも持ってれば、解決するのかなと思ったのは、ちょっと邪道かもしれないけど。で、肉は、万が一、こと、例えば外食に行きました。でね、仕事で会食ですってなった時に、いや、お肉ですって言われたら、うーわ、これ、断らないといけないよね。だちょっと今、ちょっといろんな理由で肉がっていうのは言いづらいのかな。でも、単純になんかそういう外的要因、例えばこうなんかお肉が出た時に断らないといけないですとか、そういうのとか全くなしで単純な話だったら肉を食べる方が私は楽かな。そんなね、日常でめっちゃ肉食べてないんですよ。食べなくないんですけど、ラーメンの方がきつい。ラーメンの方が私はきついから、まあ、肉を食べるだったらまあなんかいけるかなと思うんだけど、今この生活で、じゃあ明日からどちらか選んでくださいって言われた時に、絶対にこうなんか、スマホを触るはタブレットで対応できるから、そうなったら、こう、例えば会食でね、仕事でね、こうお仕事で、じゃあなんかみんなでご飯行きましょう、焼肉でもってなった時に、今、肉は食べれないってなるから、それを考えるんだったらスマホ、かな、って思います。あ、悩むなこれ、バックグラウンドによって変わるな。それだけ単純にいいようなのか。ね、悩むなスマホです。スマホ。はい、続きまして、運命の車輪さんからいただきました。バレンタインで公式に禁止してもらいたいものはどっち？ A、ギリチョコ。B、手作りチョコ。はぁ、あ。どっちでもいいな。どっちも別にどっちでもいいな。これ、どうだ？ギリチョコを禁止するメリットってなんだ？ギリチョコを禁止するともらったら確実に本命だってわかるってこと？男性が？うん。友チョコって別なのか？
友チョコとかも全部禁止したのかな。だからもう本命しかあげちゃいけませんよ、バレンタインというイベントは。あなたたち。ダメですよ。ってなったっていうことなのかな。だったら、そうか。まあ、友達にね、いつもありがとう、お疲れ様って言って渡してたチョコとかもダメになると、まあして。まあ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 、気持ちはわかりやすいよね。あ、この人、好きでいてくれるんだっていうのはわかりやすいよね。え、ギリ？本気？ギリ？本気？どっち？っていうのはなくなるから。うん。で、手作りチョコを禁止する。手作りチョコを禁止するメリットってなんだ？まあなんかまあ、どっちでもいいんだよな。買ってきたものがもらえるくらい？え、まあ、ギリでも、本命。え、どっちだろう？禁止してもらいたい？どっちでも。まあでも、どっちでも良すぎてどっちでもいいの？ギリチョコ。まあでも、手作り禁止してもそんなに今と実情変わんないだろうから、ギリチョコを禁止して本命だと分かりやすくするとちょっとウキウキするんじゃないですか？男性諸君は。ね。まあ別に男性から女性も送る日になったりするかもしれないですね。ここ、告白日和みたいな。感じになるかもしれないですけど。まあまあまあ。これどうなるんだろう。なんかそれこそ、何そう、キャバ嬢的なお仕事してる方とかって全員に渡せなくなるのかな。なんか、色恋営業してるさ。キャバ嬢がさ、なんか、とかホストもでもいいんだけどさ、渡せなくなるよね。なんか、え、私に渡してくれないってことは本気じゃなかったってことってなるじゃん。あ、それ面白いな。ギリチョコにしよう。ギリチョコ、ギリチョコ。はい、次。ペネムひづきさんからいただきました。自分は織姫さんを好き。あ、違った。歌姫さんやった。ダメだ、目が腐ってる。自分は歌姫さんを好きになった出会いの曲をずーっと心の殿堂入りしていて、新曲が出ても好きな曲ランキングも聴く回数ランキングも入れ替わることが稀です。ここで選択なのですが、ずっと最初に好きになった曲を一番に愛し続けるか、新曲も同じぐらいヘビロテしてどんどん好きな曲が入れ替わるか、どちらがいいと思いますか？これ歌の人からすると、まあ、いろいろ聞いてもらえた方が嬉しいんですけど、まあでも別にこれって、だって、両方共存できない？一番好きになった曲っていうのはやっぱり何の曲聞いててもこう出会いの曲だったり初めて知った曲だったりするのって、まあ普通にあるじゃないですか。だから、この曲が一番好きなんだけど、新曲もまあ一応聴きますよ、みたいな。で、それで、あ、この曲いいなと思ったらそれでもいいじゃないですか。これ共存できるんだよな。好きになった曲を変えるとは全く思わないですね。まあいろいろ新曲ももちろん出していきますし、活動の上でね。ただ、他の曲もヘビロテで好きな曲入れ替わっていくのも別にいいと思うよ。いいと思う。どっちがいいって言われると困るなぁ。どっちもいいかなぁ。どっちもいいときどうしたらいいのこれ。このコーナーどっちもいいときどうしたらいいんだろう。でもなんか結局好きな曲っていうのは増えていったりとか、これ好きだなぁ、これいっぱい聴いてるなぁ、これいいなぁって思う曲は増えても、きっかけの曲ってやっぱ変わんないんじゃないかな。私は割と変わんないから、まあ、時期によって今これめっちゃ好きみたいなのもありますけど、あんま変わんないかも。返し続ける方が私は多いかも。はい、次ラスト。ペンネーム小岩井さんからいただきました。推しのライブでグッズを購入したいのに手違いで財布を忘れてしまいました。予算的には一つしか買えないけど購入するのはどっち？ A、推しが自分も使ってるんだとおすすめしていた持ち運び可能なグッズ。 B、 レジでこちら最後の1点になりますと言われたグッズ。どっちもきついなー。これどっちもきついなー。多分これ気持ち的には欲しいのは自分も使ってるんだって言ってたグッズなんでしょ多分これね。あ、買おうと思ってたやつでしょ。ただレジに行って、わあ財布、ああ忘れちゃったんだ、
なんか現金だとこう例えば分かんない、ここ3000しかないや、1個しか買えない、どれにしようかなと思って、まああの持ち運び可能な、なんでもいいんだけど、なんだろうこれ、例えばタオルとか、タオル買おうかなと思ったら、あ、こちら最後の一点になりますと言われたタペストリーみたいな感じだよね、多分ね。うわーうわー、どっちだこれ。持ち運び可能なグッズの方が後日通販はしやすいぞ。でもなくなっちゃった時に欲しかったもの買えばよかったって思うよね。うわー、これマジで究極だな。自分も使ってる欲しかったものと最後の一点だった。いやー、めっちゃ悩むけど欲しかったやつが A かな。自分も使ってるんだとおすすめされたグッズにします。いや、こっちもね、だってこう、ライブだから、こう、再販されるとは限らないし、わかんないじゃないですか。だから、もしかしたら、こう、例えば、こう自分がね、もう1時間後に来てたら、どっちもラスト1かもしれないってなった時に、ラスト1が両方ともラスト1だったら、欲しかったもの買うと思うから、後から、いや、やっぱ俺タペストリー最後の1個だったけど、こっち買えばよかったなってなると思うから、まあタペストリーかは知らんけど。あー、A かな。A にします。あー、悩むけど、もうでも家帰ってからもずっと、んーってなってると思うけど、A にします。いや、財布を忘れない。私は財布を忘れない。カードで買います。はい、ということでございまして、このコーナーではあなたを悩ませる究極の選択を募集中。投稿は温泉番組ページの投稿フォームまで。続いてはこちらのコーナーです。魔法使いと七つの扉。僕の魔法使いを紹介します。様々な分野のプロフェッショナルを紹介する魔法ナナ。司書に紹介したい魔法使いを教えてください。僕の推しの声優さん、私の好きな配信者、学校の先生、両親などジャンル問わずで大募集。もしかしたら近々ゲストに来ちゃうかも。はい、ということでございまして、めちゃめちゃ来てるのでご紹介させていただきます。まずは、金入君バイオレンスさんからいただきました。今回紹介したい魔法使いですが、スタイリストの大山俊さんです。はい、YouTube でおしゃれが苦手な30代40代の大人の男性におしゃれの基本を分かりやすく解説しており、おしゃれに関心が少ない自分は大いに参考にしてます。株式会社ソースタイリングかなの代表取締役でもあらせられます。へー、ちょっと初めましてですね。大山俊さん、見てみよう。大山俊さん、はい、こちらか。あー、ま、なんか爽やか系の方ですね。プロが選ぶ一品、ははははは。YouTube やられてますね。YouTube 見てみましょう。本当だ、おしゃれの基本をわかりやすく解説してます。なるほどね。おしゃれになりたい、センスが良くなりたい、モテたい。へえー。あ、で、しかもなんかユニクロ GU とか結構なんか、あの、手に取りやすいところでもやってくれてるんですね。へえー、面白そう。あ、めちゃめちゃすごいですね、この。めっちゃ見てるんでしょうね、これだって。何万視聴とか出てますけど。はぁ、大人の、なんか、手抜きコーデ、こんな感じとか、NG コーデはこちら。半袖シャツはこちらとか、なんかそういうのがまとめてくれて、あーでもいいんじゃないですかこれね。あの、なんだろう、こう聞いてくれてる方もね、結構なんか男性の方、あの、多いかなとは思いますけれども、男性の方でもしなんかこう何気になる、え、俺もおしゃれしたいっていう方はね、ちょっと見てみてもいいかもしれない。面白い。ありがとうございます。なんかね、あの、お話聞いてみたいですよね。大山俊さん。気になります。はい。続きまして、ポケテツコンチェルト SR さんからいただきました。本日は自分がお世話になっている方を紹介したいと思います。その魔法使いの方のお名前は、小沢優さんです。小沢
ゆうさん。よし、調べてみましょう。小沢ゆうさん。ゆうさんの字が出てこないですね。ゆうさん。はい。はい。で、ひょっとしたらご存知かもしれませんが、その方は美少女ゲーム作品にも携わっている、イラストレーターさん。ほうほうほう。で、ご自身で YouTube の配信もされています。はい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 。で、それは昨年のこと。なぜか動画配信者さんのマリカ大会に何かと参加できず、配信者とマリカ大会でどうしても遊びたいんだけど、と Twitter で泣きついたらフォロワーさんからこの方を紹介してもらいました。へー、なるほどね。で、その方の、きっかけでマリカ大会に参加したのがきっかけ。はいはい。それ以外にもアニメやオタトークなどもすごく楽しく、気がついたら小沢先生の配信の虜になっておりました。誕生日記念や配信1周年記念の時のキャラグッズも登場し、アクスタ、シールなども注文。それ以来毎日その子と一緒、いろんなところに連れて行っては写真を撮ってツイッターに上げる楽しみも増えました。いいじゃないですか。特にその方のおかげで、今まで興味を示していなかったら某スクールアイドルを目指すアニメにも同時視聴をきっかけにドハマり小田先生は、いい意味で人生を大きく変えてくれた方だと思ってます。わー、イラストが可愛いですね。今ね、ツイッターが開けましたね。いいですね、いいですね。こう、なんかきっかけでね、こう、なんだろう、こう、何、新しい世界が広がるっていうのは結構やっぱ大事ですよね。自分が一人で生きてた時に、まあ例えばね、社会人の方が多いのかなと思いますけど、ラジオの、このリスナーさんはね、このラジオは、なんか、毎日家と会社の往復みたいな方もいるじゃないですか。ってなった時に、なんかこう、なかなか、新しいじゃあアニメ見ようとか、まあゲームやろうとかっていうのって、結構きついけど、こうなんかながらでね、ああ、お休みの日になんか自分で何かするのは大変だけど、なんかこう誰かの YouTube のアーカイブ見るかとかで、あ、こんなんやってんだとか、まあ同時視聴を見たりとか、なんかそういうので、あ、自分一人だったらこれ絶対に見てなかったけど、なんか、きっかけでね、なんだろう、こう、新しい世界に知れたとか、今回のね、メールだとね、某アニメにドハマりしとかっていうのもいいなぁと思いますね。なんか、それはすごい素晴らしいきっかけな気がする。ああ、ゆうさん。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、ペンネームレッドさんからいただきました。エミさん、こんにちは。今日は僕のとっておきの S の魔法使いをご紹介します。その方は、長戸美也さん。合ってるかな？読み方。という、プレイヤー族に言う、あ、プレイヤーかな？族に言う女王様です。待ってたよ、この情報。はい。で、ミヤ様は最近ご自分でショーを主催したり、S の女性のためのオフ会を主催したり、4月17日に SM クラブを新しくオープンさせるなど、様々な活動をなさっている方です。めっちゃ気になる！ちょっと見てみよう。長戸ミヤさん。ミヤさんのミはね、実の実ですね。果実の実に愛ですね。あーい。あ。ありましたね。あ、ツイートが、非公開だ。見れない。あー。5S の、女王様なんですね。めっちゃ気になるなー。いや、なんかね、配信でね、言ってたんですよ。女王様とか、呼んでみたいって、どういう、気持ちで、こう、やるとか、なんかね、その、なんだ、たまたまね、こう、まあ、私も YouTube やってるんですけど、YouTube やってる時に、こう、配信でこう、いわゆる S と M の話になって、こう、M の人はなんで、何がいいのとか、S の人は何がいいのっていう話をしてた時に、結構ね、こう、なんか、知らないことが多くて、あ、なんか結構ゲームとかでね、こう、まあ、いろんなね、ビジュアルゲームとかもそうですけれども、まあ、黒っぽいパッケージのものをやった時とかに、見てるのは、あれは、SM じゃないんだっていうことが分かり。つまりじゃあ何、どういうことなのっていう話をしてて、これね、教えていただいたと思うんですけど、めっちゃ気になるな。なんか多分ね、想像してる基本が違うと思うんだよな。なんか普通の人はこれがなんか S とか M だと思ってますけど、実際はこうですみたいなやつ、めっちゃ教えてほしい。めっちゃ教えてほしい。はぁ、ありがて。
ありがて情報ありがとうございます。ちょっとチェックさせていただきます。はい、続きまして、桜木 MMM アーシェさんからいただきました。こんばんちん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いつ来たやつかすぐわかる。僕が紹介したい魔法使いは、あゆみさんもご存知であろう、作詞家のジョルさんです。知ってますね。はい。好きなところは、前鉄から知りました。レイラロマネスク、180秒で君の耳を幸せにできるかなど担当されていて、毎回、楽曲に合った世界観の表現や言葉の使い方が好きです。はい。個人的にもっといろんな作品での活躍が見たいクリエイターさんのうちの一人がジョルさん。例えば電波ソングとか男女アイドルの楽曲とかアニソンなど、ゲーム以外の幅広いジャンルでの活躍を楽しみにしている方です。ということでね。多分いつでも来てくれると思うんですけれど。いやー、でも、確かに私もね、ジョルさんのね、この言葉の選びとか言葉遊びがね、大好きですね。作詞っていろんなね、パターンがあるんですよ。こう、ストレートに言葉をバンってはめるパターンと、違う世界の言葉をはめるパターンと、あるんですけど、こう、私が好み、これがいい悪いじゃなくて、単純に好みなのが、やっぱり、こう、違う世界、違う、なんだろう、こう、違う単語をくっつけるのがすごい好きなんだよね。何言ってるかわかんないと思うんですけど、なかなかちょっとね、言葉には表せないんだよな。そう。なんか例えば、普通ってこう、なんだろうな、こう、破壊的表現をするのに、こう、例えばなんか、岩をも砕くだとするじゃないですか。でも砕くのはこう、岩とか、こうなんかね、瓦礫だったりとか、そうな、いうのでなんかちょっとね、こう、物々しいやつを出したりするんですけど、例えば砕けないものを持ってくるんですよ。空を砕くとか、太陽を砕くとか、未来を砕くとかってすると、またなんかちょっとほら、雰囲気変わるじゃないですか。砕けるものじゃないんだけど、壮大なものを当てはめることによって、さらにこうなんか世界が広がるみたいな。そういう、まあね、今のは単純な、こう例ですけれども、そういうね、詩をはめる人が好きでね、ジョルさんそっち側のね、もうすごい私に好みだね、歌詞をね、上げてきてくれるんですよね、大好き。はい。あ、ちょっと、そうね、来てもらおっかな。近々来てもらおっかな。はい。ということでございまして、ありがとうございます。このコーナーでは、あなたが紹介したい魔法使いについて語ってください。もしかしたら番組にゲストに来ちゃうかも。宛先は音声配信ページの、投稿フォームまで。続きましては、このコーナーです。魔法なな。人生虎の巻。お悩み相談のコーナー。こんな時どうすればいいのなんて、誰かの意見を聞きたい時は師匠にお任せ。ある時は真面目に、またある時は偏った思想でリスナーのお悩みをまるっと解決していきます。明日の昼ご飯 A と B どっちがいいから、実は会社でこんなことかまで募集しています、ということでございまして、ちょっとね、時間がだいぶゆっくり読んでるとこうなっちゃいますよね。来てしまったので、いつだけどうしてもちょっとこれね、読みたいなと思うメールが来てたんで、読ませていただきます。ペンネームカメリアさんからいただきました。あゆみさん、こんにちは。こんにちは。相談したいことがございまして、メールという形でペンを取らせていただきました。僕は、今28歳で、今の会社に入って間もなく10年。という社会人です。はい。会社には基本的にマイナスな感情がないのですが、過去、まあここをこうしたいとか条件面での思うところありつつも辞めたいと思うことはないという状況。はい。学生時代からやりたいことがあって、それがずっと引っかかっています。このまま夢なんか忘れて社会人をするのか、それとも一歩踏み出すのか、来年30歳ということで切り替えるならラストチャンスかなと思っています。夢を形にしたエミさんからぜひアドバイスをいただきたいです。僕は今28、来年30歳。あ、今年の誕生日で29になるとか、そういうことか。あー。これねー。まあ、正直その夢が何かわかんない。まあ、書いてないので、夢が何かわかんないし、例えばそれがなんかこう、芸能関係とかで結構こう、センスがいるとか、選ばれし者がなれるみたいな。こう、例えば、すっご
い頑張ったらなれるものってあるじゃないですか。もうだからすごい頑張ったらなれるって言っちゃあれかもしれないですけど、例えばこう司法試験に受かって弁護士になりたいとかっていうのは、こう何でも何でもずっと勉強してたらこうね、勉学によってできるっていうとか、まあ例えば医者になりたいですとか、違う職業、公務員になりたいですとか、で試験で点数で採用できるやつ、採用されるっていうのはまあまあ夢があるじゃないですか、頑張るっていうところにおいては。でただ芸能関係とか技術職で、例えばこう役者になりたいです、アイドルになりたいです、こうテレビで活躍するようなアイドルになりたいです、こう声優さんでも売れっ子声優になりたいですってなると、こう技術とかこう勉強以外にもセンスがいるんですよ。センスがいるものだった時にあんまりおすすめは正直しないですね。あとスポーツ選手とかね、だってこう例えばなんかまあこう若さが必要だったりとか、こうアイドルになりたいです今40ですとかってなっても、うわちょっときつないってなるじゃんだから結構年齢だったりとかって引っかかることはあると思うから、なかなかこうじゃあ会社辞めてやったらっては言いづらいんですけど、まあテストとかでこう受かるものは頑張ってみたらとはちょっと思うけど、そうじゃなかった時、あそうだね、回答が変わるね。よしまとめます。まずテストで受かるような職業だった時、医者、弁護士とかなんかそういうね、さっきも例に挙げたような、やつで、試験に合格、先生とか試験に合格したらなれるものは、まず会社行きながら勉強してください。で、こう勉強して、勉強はいつでもできるから、勉強していただいて、すごい頑張っていただいて、なれると思ったら、こう、なれるんじゃない？まず試験受けちゃってもいいじゃん。まあ、わかんないけど、ちょっと、ルールが私も詳しくないからあれだけど、こう、試験の資格を取ってみるとか、それはいいかなと思います。で、センスが必要な声優。歌手、自分で言うの嫌だな、センスが必要ってとか、アイドル、スポーツ選手とかの場合は、まあちょっとスポーツ選手はきついかもしれないけど、まあ最近って活躍する場所は死ぬほどあると思うんですよ。例えばこうね、YouTube だったりとか、こう配信活動において自分が好きなものを語ってみるとか、自分でやったものを公開してみる、エンタメで。例えばこうラジオのパーソナリティになりたいとかだったりすると、こうね、自分でおしゃべりしたものを編集してみて公開してみるとか、でどれぐらい聞いてみるか、聞いてもらえるかやってみるとか、とりあえずこう最近ってプロに、なんだ、いきなりこうプロとしてのハードルが、元々はね、やっぱ例えばこう厳しかったものでも、自分自身で作ったものを公開できる土壌っていうのは、もう本当に10年前、20年前よりもあると思うんですよ。だから、そういうエンタメにおいてやってみたいものがある方は、ちょっとそれで挑戦してもらえたらいいなーって思います。で、それで、どれだけの人が聞いてくれるのか。だって、しかもそれで、例えば仮にバズったとしてさ、めっちゃこう、なんか100万再生、200万再生、まあ、むしろ、なんか、1000万回みたいな感じになったら、テレビも出れるし、なんだったら速攻でもう食っていけるわけですよ。だから、昔って本当にね、例えば、オーディションしなきゃとか、なんだとかってありましたけど、それ以外の道がエンタメの方は残されてるので、仕事しながらもできると思う。うん。あとなんか仕事しながらやってる人も多いんじゃない？ YouTube とか。まあ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 。まあ私もそうですけど。ね、できる人も多いと思うから、ちょっとできるところからちょっと挑戦してみるっていうのはエンタメかなって思います。で、資格試験とかがいる方はもう勉強してみるっていうので、やりたいなって思うことはね、誰でもできるんですよ。誰でもできるし、こうなれたらいいなって思ってる人はでも何百人何万人といると思うんですよ。いやー、会社辞めて俺はなんとかのプロになれてたらよかったなーとかって思う人はもう何百万人といると思うんだけど、そうじゃなくて、じゃあ一歩踏み出してみるのかって書いてありますけど、一歩を踏み出す方向性を実際に勉強してみるとか、実際にこう動画を投稿してみるとか、
どっかで公開してみる、作品を公開してみるっていう土壌にこう踏み込める人っていうのは少ないし、実際にこう、エンタメで言うと作品を公開できる、続けて公開できる、継続できるっていう人も少ないだろうし、勉強においても、例えば1年間勉強、2年間勉強してみるっていう継続することも難しいと思う。だから、やりたいことがあるのであれば、やりたいなって思ってるだけじゃなくて、ちょっとやってみていいんじゃない？仕事はただし辞めない方がいいと思う。で、やっぱりこっちの方がいいんだ、やれる可能性があると思うんだったら、そっちに行くのも手だと思うし、まずは、思うだけじゃなくて、やってみたら？思います。はい。でね、がむしゃらに、ね、俺は明日から YouTuber になる、だから会社辞める、なんてね、人もね、昔 YouTuber みたいなね、職業が出てきた時にありましたけど、それはね、死ぬから絶対にやった方が、絶対に死ぬから、まずはちゃんと固めてもらった方がいいかな、という、まあ、個人的なアドバイスにはなります。応援してます。頑張ってください。はい。ということでございまして、ちょっといつしか紹介できませんでしたが、あなたが普段気になっているお悩みを募集してます。ある時は真面目に、またある時は偏った思想でリスナーのお悩みをまるっと解決。はい。ということでございまして、応募もお待ちしています。あっという間にエンディングでございます。次回配信のお知らせです。次回のマホナナは、5月の24公開です。ゲストはまあ手前で公開されるかなと思いますので、お待ちください。番組ではリスナーの皆さんからのメールも募集しております。今日ね、一つコーナーちょっとできなかったんですけど、はい、まあ、半期に一度のメール会もね、やっていきますんで、懲りずにお送りいただけると嬉しいなと思っております。各コーナー宛までお待ちしております。はい、ということでございまして、久しぶりの、半期に一度のゲストなしセール、メールセール、いかがだったでしょうか？ちょっとなんか半期に一回だと少ないよね、これ。3ヶ月に1回ぐらいにした方がいいのかな。でも3ヶ月に1回だと多いか、年に3回ぐらいにした方がいいのかちょっと悩むところでございますが、はい、またね、来週じゃないか、次回からもゲストを交えていろいろね、紹介していきたいなと思っておりますので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。今回のマホナナもここまでです。お相手はあゆみでした。バイバーイ。この放送はマホナナ制作委員会の提供でお送りしました。